皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はゴルフの基本部分、テイクバックの動きについて説明をしていきます。このテイクバックですね、最初のゴルフのスイングの最初の始動の部分になります。この部分がずれてしまうとゴルフスイングの全体的な動きを乱してしまいますので、正しい形を覚えていきましょう。今回の動画では3つのチェック項目をお伝えしていきますので、まずはこの3つをしっかりと覚えてください。まず正しいテイクバックをご覧ください。はい、これが正しい動きなんですけども、 NG でよくあるスイングということをちょっとご紹介していきます。ヘッドがインサイドに入りすぎてしまう、またヘッドがアウトサイドに上がりすぎてしまう、この動きは NG です。正しい動き、 NG なポジションですね。このあたりはしっかりと覚えておいてください。このまず正しい動きっていうのはですね、何をチェックしていけばいいかというところなんですけども、シャフトライン、このシャフトのこの棒がですね、まっすぐ目標方向に対して平行になっているかどうかっていうのをチェックしてください。このラインが平行になっていない、例えばインサイドに入っていると、自分に対して右側に向いてこのシャフトラインが伸びていく形、こうなってしまうとボールは右側に打ち出す方向に来てしまい、逆にこのようになってしまうと外側から入ってきてしまうので左側に行ってしまうという形です。正しいラインは目標方向に対して平行、まずは1つ目のチェック項目、これを覚えておいてください。はい、続いて2つ目のチェック項目です。2つ目のチェック項目は手元を浮かせないということです。正しい動きからまずは見てください。正しい動き、このポジションです。 NG な動き、これです。要はですね、手元を早く上に上げたいので手だけで上げようとしないということです。この正しい動きのテイクバックの手の位置というのは、このアドレスのポジションから横に右手を置いた状態で、この高さで正解がこの高さになります。ここから手だけが上げてしまうと、クラブヘッドをですね、常に重く感じた状態で上げることになってしまいます。低く長く手元を動かすことでヘッドラインが少し上がっている形が作られるので、クラブヘッドを軽く感じて、ここでのグリップの力がですね、柔らかく握れるようになってきます。例えばここでこのように手元だけ上がってしまうと、このように腕とシャフトラインがまっすぐになってしまう、こうなってしまうとクラブヘッドが重く感じてしまいます。アドレスでこのぐらいの角度がついているのに手元が上がることでなくなってしまう、これは NG なスイングになってしまいます。このラインですね、もう一度チェックしていきます。正しい動き、このポジション、手の位置が、グリップの位置があまり高さが変わっていないのが分かると思いますが、これが正しい動きです。 NG な動き、この形です。基準ラインとしては腰の高さよりも少し低いラインでシャフトラインと地面が平行になるポジションを作るということです。先ほどの1つ目のチェック項目はこのシャフトラインが目標方向と平行でしたが、今回の2つ目のチェック項目は地面とシャフトラインが平行になるポジションが腰の高さあたりということを覚えておいてください。これがですね、この胸のあたりぐらいになった時にシャフトラインが地面と平行になるっていうポジションですと、ちょっとクラブを重く感じてしまいますので、余分な力が入ってきてしまいます。2つ目のチェック項目は以上です。続いて3つ目のチェック項目に入っていきます。3つ目のチェック項目は手元のこのラインがまっすぐ動いているかどうか、1つ目はですね、ヘッドラインの話だったんですけども、3つ目は手元がこう前に出ていかない、逆にインサイドに引いていかないということです。正しいラインをもう一度動かしてみます。正しい動き、このオフにしていくと、左腕のラインっていうのは最初に構えているポジションからこのようにですね、まっすぐのラインを動かして動いてきています。このポジションが正解なんですけども、この左腕のラインに着目していただくと、最初にテイクバック、手元が浮いてしまうとこの体との距離感が離れてしまい、このヘッドポジションが正しい動きができなくなってきます。このラインもインサイドも同様です。この手のラインはまっすぐに引く、これを覚えていきましょう。今回ですね、3つチェック項目をまず説明させていただきました。いきなりですね、たくさん詰め込みすぎても覚えれないと思いますので、今回は3つのチェック項目を覚えて正しいテイクバックを覚えていきましょう。
次回ですね、またプラス2つチェック項目をご紹介していきますので、そちらでご覧ください。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はゴルフの基本部分テイクバックについて説明をしていきます。テイクバックのですねチェック項目3つ目今回はご紹介していきます。前回の動画でですね1つ目2つ目ご紹介させていただきました。照明アングルからの3つ目今回は説明をしていきます。今回覚えていただきたいのは中心軸をぶらさないということです。まず正しいテイクバックをご覧ください。はい、こう見ると頭の位置中心軸が動いていないのが分かると思います。どうしてもですね体をねじろうとすると悪い動きこのような形になる方が多いです。ちょっと顔の向きがこちらに変わりながら頭の位置が右側にずれていく動き、こうなってしまわないように気をつけておいてください。またですね、ちょっと一番最初にも側面からの時にご紹介したようにこのようにもなってしまうのも NG です。頭の位置中心軸を変えないということを覚えておいてください。これはですねどういうイメージで上げていけば中心軸が変わらないかというのをちょっと説明していきます。ヘッドの動きとしてはまっすぐ向こうに伸びていく、でも腕を伸ばしたまま上げていかないといけないと思いすぎると体も一緒にこうついていってしまう、こういう方結構多いんですけども、こういう方は頭のラインこの軸を若干こちらに動かすような感覚でヘッドと体が引っ張り合うようなイメージ、極端に言うとこういう動きなんですけども、こういうイメージで上げていくとこの中心軸がキープしやすいです。こっち側に上げなきゃな、まっすぐ上げなきゃなって思いすぎることで中心軸を忘れてしまうという形なので、基本的にゴルフのスイングはヘッドがこっちに行くときっていうのは中心軸はこちらに残る、逆にフォローのときにこっちに行きたい場合は頭はこちらに引っ張るような動きになってくるといったようにですね、こう体がこう入れ替わるような形になってきます。これをですね一つ覚えてイメージの中に入れておいていただくと中心軸のキープ非常にしやすくなってきますので覚えておいてください。はい、続いてですね2つ目のチェック項目なんですけども、2つ目のチェック項目は体重のポジションについてです。まずアドレスのポジションでは5対5もう両方均等にかけていくっていうのがベーシックなのでここで覚えていく。いただくんですけども、テイクバックを上げていくにつれて徐々に右足に体重が乗っていきます。で、右足というと漠然としていてかかとなの、じゃあ外側なの、つま先側なのっていう形になってきますので、一点にかけていくイメージを持つことで、この膝の割れであったりとかですね体の伸び上がりという NG 動作をなくすことができます。母子球の少し上あたりですね、こちらのイラストをご覧ください。はい、この丸の部分ですね、体重を一点にかけていくイメージでテイクバックを作っていきます。それではいい動き見ていきます。こういう形です。これが正しい体重のポジション。もう見た目ではですねほとんどこうあんまり変わりはないと思うんですけども、自分の中ではこう一点にかけてギュッと体重を地面に押していくような感覚で上げています。この時に悪い動き、かかと側の外側の場合このような状態、つま先側の状態こういう状態、内側のかかと側だとこう引けてしまうような形になってしまいます。それぞれですね体重のポジションをがずれてくるとですね NG なスイングになってしまいますので、この今回の2つ目のチェック項目では一点に体重をかけていくというイメージを持って練習をしていきましょう。今回でテイクバックのチェック項目9つですね、ちょっとたくさんご紹介させていただきましたが、まず側面からチェックするのが5つで、正面からチェックするのが4つということで合わせて9つですね、覚えていただくポジションがありますが、テイクバック9つ押さえておいていただければ、スイングに迷いがなくなってきます。スムーズにスイングができるようになってきますので、考えずにですねこの動きができるようになるまでひたすら練習に励んでみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はゴルフのスイングのバックスイングについて説明をしていきます。前回の動画ではですねグリップアドレスから始まりテイクバックとやっていきました。今回はですねこのテイクバックのポジションから肩のポジションぐらいまでの動作どういうふうに動かしているのかというのをちょっと説明していきます。はい、今回はですね側面アングルからのレッスンになります。正しいテイクバックこのポジションから正しいまずですねバックスイングの動きご覧ください。もう一度いきます。
正しい動きを流れでご覧ください。はい、これが正しいバックスイングになるんですけども、これどのようなポイントに意識をして作っていくべきかというのをちょっと説明をしていきます。今回ご紹介させていただくのは3つのチェック項目がありますので、この3つを押さえて正しいバックスイングができるようにしていきましょう。まず1つ目のチェック項目はこのテイクバックからの動きなんですけども、ここから正しい動きは手だけを上げないということです。手だけでヘッドを上げていかないようにするということ、これが NG 動作。正しい動きは体の回転を使って上げていくというイメージです。この体の回転というのも、ここから目標方向に背中を向けていくイメージで体をねじってみてください。こうすることで体はきれいに動いていきます。 NG な動き、例えばこう手だけで上がったりとか、ここから内側に手だけで上がってしまう、こうなってくるとシャフトラインが一気に変わってしまいますので、このようにならないように意識をしていきましょう。上体をしっかりとねじったバックスイングを作るということを一つ目のチェック項目として覚えておいてください。二つ目のチェック項目はこのヘッド軌道が一直線に右肩の上あたりを目指して上がっていくといった動きが正しい動きになります。正しい動きをご覧ください。テイクバックのラインから一直線に動く、こういう形です。このポジションが正しい動きになります。ここで悪い動作、 NG 動作というのは、一直線に動かずにこのテイクバックのラインからここに一直線のラインがこうあると考えた時に、このラインよりも内側にこう入ってしまったり、逆にインサイドからこう戻ってくるような動き、円を変な円を描いてしまう動きっていう方ですね、結構多いんですけども、テイクバックからこう上げてしまったり、とにかくここから右肩に向けて一直線の線を描くように上げていくというのを今回の2つ目のチェック項目として挙げています。これをですねしっかりと覚えていただき、マスターしてみてください。はい、続いてはテイクバックでもありましたが、右肘の向きについて説明をしていきます。テイクバックのラインで右肘はちょっと下を向いてくる形というのをお伝えしていますが、ここのポジションからの右肘の動きというのも同様、下を向いたまま上げていくという動きが正しい動きになります。ここでどうしても体がきつくなってくる場所なので、この右の肘を後ろに引いてしまったりとか、右肘を上げてしまったりとか、外にとにかく向けていく方が非常に多いです。この右の肘を外に向ける動作をしてしまうと、右の肩が上がることで右の肩に力が入ってダウンスイングで手打ちになってしまったり、また捻転不足になってしまってアウトサイドの動きになってしまう、といった NG 動作になってしまいます。ここで覚えていただきたいのは、テイクバックのポジションから右の肘を下に向けている状態で背中を回すということです。これを覚えておいてください。はい、以上の3つですね、1つ目のチェック項目、2つ目のチェック項目、3つ目のチェック項目をですねしっかりと覚えていただいて、ここのバックスイングの正しい動きを覚えていきましょう。次回のレッスンでは2つのチェック項目をさらにプラスしてご紹介していきますので、そちらも併せてご覧ください。それでは本日のレッスンも以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはバックスイングの側面アングルからチェック項目2つをですねプラスでご紹介していきます。前回の動画でですね3つご紹介しています。4つ目のチェック項目は、ここのテイクバックのポジションからフェイス面の開閉をしないということです。まず正しい動きご覧ください。ここからこういう形です。これが正しい動きになります。ここから NG な動作っていうのは、テイクバックのラインで前傾角ぐらいのフェイス面が作れているのに、急にフェイス面を上に向けてしまう動かし方、これは NG になります。ただですね、この動きしている方本当に多く見かけます。これでですねショットが安定しないっていう方が非常に多いので、今回のレッスンはちょっと難しいレッスンになるんですけども、しっかりと頭に入れておいてください。ここからテイクバックのライン、フェイス面の向きを変えない、変えないように上げていく、こう上げていくんですけども、感覚としてはですね、
左手の甲の向きを向こう側、画面方向に向けていくようなイメージで上げていくとフェイスの開きというのが抑えられます。テイクバックのこのポジションからこのバックスイングのこのポジションまで上げていく際にスイングのズレとして一番多い動きが今の動きです。こういう形で上げてしまう、まあ、これは体的には非常に楽なんですけども、これは結局ですね、手で上げているのと同じ動きになります。なのでここからテイクバックを作ったら、左手の甲の向きを後方側ですね、自分の目標飛ばしたい方向の後方側にちょっと甲を向けていくようなイメージで上げていくとフェイスの開きっていうのが抑えられます。このポジションですね、しっかりと抑えて、練習をしてみてください。はい、続いてのチェック項目、5つ目のチェック項目に入っていきます。5つ目のチェック項目はここの肩までのポジション、今回作っている肩までのポジションのラインでのフェイス面の向きについて説明をしていきます。これはですね、先ほど閉じていくようなイメージ、左手の甲を向こうに向けていくイメージというのが1つ目のチェック項目だったんですけども、それがうまくできているとこの肩のポジションでこのフェイス面の向きですね、正しいフェイス面の向きがこれが正解なんですけども、悪い動きはですねこういう形になります。こういうふうなフェイス面の向きは NG です。チェックしていただきたいのはこのシャフトラインですね。このシャフトラインよりもここのヘッドの先っぽ、トン先側、トゥー側ですね、トゥー側がシャフトラインよりもこちらサイドに入っているのが正しいフェイス面の向きになります。このフェイス面を基準ラインと考えて、こちらサイドにヘッドが来ている場合、これはフェイスが開いているということが確認できますので、このポジションしっかりと覚えてください。肩のラインでのポジションでシャフトロよりも先っぽ側が上に来ているかどうかというのがこのチェック項目の最終のチェック項目になります。これが、こちらは NG、 こちらが正解になります。これができているとトップに上げていくときに正しいフェイス面でトップが作られて、そのまま正しいフェイス面で降りてくるので、フェイスをですね閉じたり開いたりしなくてもまっすぐボールが打つことができるようになってきます。ここで開いてしまう動きになっている方はですね、トップのポジションに閉じようとする、また そこからダウンスイングで開こうとするという動きを入れてくるので、どうしてもですねフェイスがスイング中に何回も開いたり閉じたり開いたり閉じたりする動きが作られてきてしまって安定したショットが打てないので、このポジションをしっかりと押さえておいてください。はい、側面アングルからですね5つご紹介させていただきました。4つ目5つ目ではですねフェイス面の動きについて説明させていただきましたが、こちらもしっかりと押さえて練習を進めてみてください。続いてのレッスンでは正面からのアングルで確認すべき点をご紹介していきます。そちらも楽しみにしていてください。本日のレッスンは以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日は正面アングルからのバックスイングでチェックしていただきたいチェック項目、4つ紹介していくんですけども、今回はですね、今回の動画では2個チェック項目をご紹介していきます。はい、それでは始めていきます。まずですね、ここから正しいバックスイングをまずご覧ください。テイクバックからこういう形、これが正しい動きになります。もう一度いきます。流れでいきます。はい、NG なまず1つ目ですね、よくあるミス NG 動作っていうのは中心軸前傾角が崩れるということです。どうしてもここから体をもう一つひねらないといけないので、頑張ってねじろうとすることでまたこのまま頭がこっちに行ってしまったりとか、ここからねじろうとすることで体がこう浮き上がってしまう動きですね。これ中心軸の伸び上がりとか中心軸のブレということでですね、これ一つチェックしていただきたいポイントになります。どうしても体がこう伸び上がってしまう動きっていうのは体がきついから出てきてしまう動きなんですけども、ここでですね一つちょっと覚えておいてほしいのが、グリップの力、腕の力を抜くことでこの体の回転というのはしやすくなるということは覚えておいてください。一度ですね、このポジション、正しいポジションまで上げたら、この肘と肘をこうくっつけたり離したりしてみてください。こういう形がですね、スムーズに動かせる人は腕の力、力感っていうのがですね、綺麗にできているんですけども、ガチガチで打ってしまう方は、こう上げた時に止めた時に、この肘が内側にも絞れないし、外にも開けない。
うーってなってしまう方はですね、これを動きパコパコってした動きをですね一度やってみて、腕の力感を取ってみてください。また肩の力感も取れれば上体のねじれっていうのが作れて、この時に沈み込みや流れてる伸び上がりといったような動きが修正できますので、ぜひこの動き試してみてください。はい、2つ目のチェック項目はバックスイングのまず正しい動きで、こう上げてきたところから上げていった時に左の肘がこう伸びているのが正しい形になります。この時にテイクバックのラインから左肘が曲がってしまうと、どうしてもですね体の捻転が作れなかったり、ダウンスイングでこの曲がったものが伸びようとする動きでヘッドが落ちてダウンスイングでダフリが出てしまうという NG な動作になってしまいます。ここから構えた状態から左肘を伸ばしていくということを2つ目のチェック項目で覚えておいてください。こうすることでここの体と手の距離感というのがアドレスした時のこの距離感と同様で作れるので、このバックスイングの距離感とダウンスイングでのこの距離感というのが保たれることで、インパクトが正しい形でミート率が上がってきます。これがですね近づいてしまうと逆に伸びてしまう、曲がったものは伸びてくるのでダフリが出てしまったりとか NG な動作が生まれてしまいます。またですねこちらのバックスイングをワイドに作ることで、このダウンスイングでの遠心力を最大限生かすことができることで飛距離アップにもつながってきます。どうしても飛距離に悩みがある方はですね、このポイントをしっかりと押さえて飛距離アップを目指してみてください。1つ目のチェック項目は中心軸前傾角、2つ目のチェック項目は左腕の伸びについてです。この2つをですね、しっかりと押さえてバックスイングをきれいに作れるように練習をしていきましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは。PGA ティーチングプロ竹内です。本日はバックスイングの基本レッスンを行っていきます。前回のレッスンでチェック項目正面アングルから2つチェック項目をお伝えさせていただきました。今回はですね、さらに2つ追加し4つのチェック項目といった形で覚えてください。今回はですね、3つ目ということで始めていきます。手首の動きに着目してご覧ください。もう一度いきます。これが正しい動きです。NG な動作。よくある NG な動作はこういった形。またこういった形、これは NG 動作です。今何が違うのかと言いますと、手首の動きですね、コックがしっかりと作られているかどうかというのがポイントになってきます。コックって何っていう話なんですけども、コックっていうのはですね、手首の動きについての動きなんですけども、まず正面でこう構えていただいて、正しい動きというのはこのクラブヘッドの真ん中が自分の右肩に向かって動いてくる手首の角度、これが正しい手首の動きなんですけども、これ以外ゴルフのスイングでは手首の動きというのは使いません。こういう動き以外は使わないので、これも覚えておいてください。この動きが逆に左側に向いてしまうような動きをしてしまうと、トップでクロスに入ってしまったりとか、逆に右肩よりも外に上がってしまう人というのはクラブがレードオフになって寝すぎてしまって、このような形のトップを作ってしまったりとか NG な動作になります。右肩に向けて動く動きっていうのが正しい手首の動きっていうのを一つ覚えておいてください。ではこの動きですね、どうやって作っていくかと言いますと、ヘッドを持ち上げようとするとですね、どうしても腕が上がってしまいますので、そういう動きを意識するのではなくて、クラブヘッドの重さをしっかりと感じながら上げていく必要があります。でまた手首を使って持ち上げようとすることで手に力が入ってしまいますので、それも NG なんですけども、今回はですね、ここから左手のこの部分ですね、当たっている部分、手のひらの部分と右手の2本の指に意識をしてください。左手は遠くに押すようなイメージでグッと押していき、右手のこの2本ですね、グリップのこのチェックしていただきたいこの2本の動きで支点を作って、グッとこう押すような形で押して、こちらは引くまではいかなくてもいいんですけども、押していくような、左手を押すことでこう手首が動いてきます。なのでこの形でバックスイングを作っていくと、コックがスムーズに入り、クラブを軽く感じて、手のグリップの力を使わずにコックが作ることができます。それではもう一度ちょっと正しい動き見てください。このような形です。グッと押す、
左手の小指が自分の体から一番遠くに離れていくような意識を持っておくことでヘッドが上にグーッと上がってきます。こうクラブがですねこう90度になってくるとこのポジションでのグリップの力というのはもうほとんど握らなくてもこの慣性で上がろうとしていく動きが作られるので、かなりリラックスした状態でトップを迎えることができます。ただですねここでクラブヘッドでコックがうまく入らない方というのはこうなっているのでクラブの重さを支えないといけないという力がどうしても必要になってきます。ここで握ろうとする動きというのはでコックを最後トップで作ろうとするとですねここはもう違和感しかなくなってしまいますので流れの中で左小指を押していくといった動きで正しいコックが作れるようにですね練習をしてみてください。はい、4つ目のチェック項目はテイクバックでもお伝えはしていますが下半身の動きです。この下半身の動きですね左足右足今回は一緒にやっていきます。この動きを正しく作ろうということで4つ目のチェック項目に挙げています。それではまず正しい動きご覧ください。こういう形です。左の膝、右の膝、右の膝は基本的には向きは変わらず角度も伸びてきていません。で、左の膝に関しては少し徐々に内側には入ってくるんですけどもこのセットしているボールのポジションこのボールのポジションに向かって動く程度で OK です。大きく動かそうとすると中心軸が動いてしまったりとかですね、この頭の位置がずれてきてしまいますのでこのポジションから左の膝の向きはボールのこの辺りですね後方までにしておいてください。で右膝はキープをしていきます。そうすることで正しい体重移動であったりとか体重の感じ方がつかめます。悪い例は左膝が大きく動く逆に右足が大きく動くこれもですね体重の動きがですねさまざまな動きをしてしまってダウンスイングに影響をしてきます。ぜひですねこのポジションもしっかりと覚えておいてください。右足の体重のかかり具合に関してはテイクバックのところで一定にかけていくというのをお伝えしていました。そこのポジションに対してずっと踏んでいくようなイメージですね。母子球の上あたりこちらのイラストをご覧ください。この母子球に対してずっと体重がトップに上がるにつれて大きくかかっていくというイメージを持っていくことで右膝のキープ、下半身の安定を作ることができますのでぜひ覚えておいてください。はい、以上でチェック項目3、4のレッスンを終わります。この3、4のチェック項目もですねしっかりと押さえてバックスイング正しい動きが作れるように練習をしていきましょう。側面からのチェック項目バックスイングのチェック項目が5つ正面からのチェック項目が4つということでバックスイングに関してもですね9つですねチェック項目があって大変だと思いますがしっかりと押さえて練習をしていきましょう。正しいバックスイングが作れることで正しいスイングが身につきます。以上で本日のレッスンも終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はゴルフのスイングのトップオブスイングについて説明をしていきます。前回の動画でですねグリップ、アドレス、そしてテイクバック、バックスイングを説明していきました。まだご覧になられていない方はですね本数は多いんですが説明欄に貼っておきますのでそちらからご覧ください。はい、今回はトップオブスイングの動きについて説明をしていきます。側面アングルから2つチェック項目を今回はですねご紹介していきます。トータルでですねチェック項目は8個あります。今回は2つ紹介していきます。まず正しいバックスイングからのトップオブスイングご覧ください。ここまで作ってきました。でここからこれが正しい動きです。もう一度いきます。はい、これが正しい動きです。はい、今回のチェック項目は肘の向き、肘の感覚について説明をしていきます。基本的にバックスイングで正しいラインっていうのはこの肘の感覚っていうのはあまりアドレスから大きく変わらないのが正しい形になります。例えば NG なスイングっていうのはバックスイングでも上げさせていただきましたが右の肘が外に向く動きっていうと肘と肘の感覚が離れてきます。でこうなってきてしまうとシャフトプレーンですね、こうずれてきてしまったりとかこの NG トップとか逆にこういう NG トップあまりここまで来る方はいないと思うんですけどもどちらかというと右肘が上がるパターン非常に多いので
この右の肘と左肘の距離感ですね、感覚を変えないということを意識して練習をしてください。これがまず1つ目のチェック項目です。2つ目のチェック項目は右のこの手首の角度、左手首の角度についてです。これが正しい形なんですけども、まず右の手首の角度をご覧ください。こういう形で手のひらでこうよくですね、昔お盆を持つようにとかって言われた人もいると思いますが、上を向く形っていうのが正しい形になります。これは天井を向けようとするのではなくて、こういうコックの話させていただいたと思うんですけども、コックを作ることで体がねじることでこの形になってくるんですけども、この動きでよくある悪い例は右の手首がこう立っている方よく見かけます。こうなってきてしまうとフェイス面の向きは開いてしまうので、ダウンスイングの時に開いてしまってスライスが出てしまう。右の手首の角度はこの形というのを覚えておいてください。また左手はですね、基本的には左手甲が若干伸びている形を目指して上げていってもらいたいんですけども、グリップがですね、少しちょっとフックグリップには作っているので若干は曲がってくるんですけども、このような形の手首が正しい形になります。ここから NG な動きはこういう形ですね。逆に右手首に伸びて左手首の甲側に折れてしまう動き、これは NG になります。こうなってしまうとダウンスイングはもうインサイドから振られたりとか、逆にアウトサイドから入ってきてしまったりとか、スイングの軌道を乱してしまいます。この動きですね、2つチェック項目今回は覚えてみてください。この腕の距離感、肘の向き、右肘の向きについて、そして右の手首の角度について、左手首の角度について覚えていただき、正しいトップオブスイングを作っていきましょう。次回のレッスンではさらに3つチェック項目を側面アングルから追加させていただきます。楽しみにしていてください。本日のレッスンは以上で終了とさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはトップオブスイングの2本目のレッスンということでやっていきたいと思います。側面のレッスン、側面からのアングルでチェックしていただきたいチェック項目3つプラスで今回はご紹介していきます。はい、まず1つ目なんですけども、正しい動きやっていきます。このバックスイングからトップオブスイングに向かっていく動作の中でフェイス面の向きですね、斜め45度を向く形、これが正しい動きになります。これですね、ちょっと前回の動画で手首の角度や右の肘の向きについて説明させていただきましたが、このポジションができていればここのフェイス面の向きというのは正しい形になります。ここからバックスイングを持っていった時に NG なフェイス面というのは正面を向いていたりとか、逆に閉じすぎてしまっているという動きになってくると NG になります。逆に閉じていてもダウンスイングで体が速く回る方はですね、まっすぐボールを打つことができますが、どうしてもですねダウンスイングで引っ掛けてしまうという方はこのトップの場所のフェイス面の向きを修正していく必要があります。このポジションをですね直すことで球筋が安定してきますので、斜め45度を目指して上げていくというのを覚えてください。これが、トップオブスイングの3つ目のチェック項目になります。4つ目のチェック項目は手のポジションについてです。この手のポジションに関しては許容範囲というのがあるんですけども、まず正しい動きご覧ください。この形、これ正しい形です。 NG な動き、これ NG です。もう一つ NG な動き、これも NG です。今ですね、極端に下がっているスイング、極端にアップライトのスイング、上に上がっているスイングっていうのを2つご紹介していきました。これはですねどちらかなっている方結構多いです。なのでですね、正しいポジションに向かって上げていきましょう。で、実際に上げたトップのポジションで正しいポジションというのは右の肩の上のあたりから右の耳のポジションぐらいまでの間を目指して上げていくというのが、スイングプレーンとしてはいい形になってきます。これがですね、逆にここから大きく外れてしまうとダウンスイングでの入り方というのがスクエアに戻しにくくなってきますので、どうしてもボールが安定しないという方はですね、この手のポジションをもう一度チェックをして練習をしてみてください。これがですね、4つ目のチェック項目になります。5つ目のチェック項目はこの前傾角についてです。これはバックスイングのところでも説明はしていますが、今回はお尻のポジションをですね意識して前傾角をキープしていくといった練習をしていきます。ここから正しいバックスイング、
これが正しいバックスイング、トップオブスイングなんですけども、この時点で体がですね、どうしても回らないっていう方はですね、勢いでこのバックスイングから勢いで反動をつけてこう上げようとするとお尻が前にパッと浮いてしまいます。こういう動きになってしまう方結構多いんですけども、このお尻のポジションは右のお尻はこのアドレスのポジションから変わらずにバックスイングのトップまで上がっていきます。このポジションで浮いてしまう動作というのは NG になります。このお尻のポジションをチェックして前傾角のキープ、しっかりとチェックをしてみてください。これが5つ目のチェック項目になります。側面アングルからですね、5個チェック項目をご紹介させていただきました。今回の動画では3つなんですけども、まだ前回の動画見られていない方は前回の動画もご覧ください。この5つのチェック項目しっかりと覚えて正しいトップオブスイングを作っていきましょう。このトップが正しくできればダウンスイングにスムーズに入る動きが作られますので、次の動作に入りやすくなってきます。それでは本日も以上でレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日は正面アングルからトップオブスイングのチェックしていただきたいポイントについてレッスンをさせていただきます。3つのチェック項目がございますのでしっかりと覚えておいてください。1つ目のチェック項目は頭のポジションが同じ位置ということでやっていきたいと思います。正面から見ていただきたいのは頭の位置です。ここからバックスイング上げていくときに頭のポジションというのはほとんど動いていきません。こう打ってきたときに今動いていないの分かると思いますが、このバックスイングのポジションからグッと回そうとしたときに流れてしまったりとか、逆にこういう形で動いてしまう、これは NG 動作になります。中心軸を動かさないようにですね、グッとバックスイングを作っていきます。トップオブスイングを作っていきます。どうしても体が動いてしまう、体がきつくて流れてしまうという方はですね、無理にバックスイング、トップオブスイングを大きく上げようとしなくても構いません。自分なりのですね、体の硬さ、人の柔らかさっていうのがあるので、自分はここがもう精一杯でしたら全然ここでも構いません。ただもっと上げたいっていう動きから体が動く、中心軸を動かすっていうのは NG ですので、ならないようにですね、練習をしておいてください。2つ目のチェック項目は右腰のポジションについてです。ここの動きもですね、結構NG 動作をされる方が多いので一度チェックをしていただきたいんですけども、バックスイング、このポジションからトップに上げていく際に右のこの外側の腰のラインというのは変わらないように上げていくのが正しい動きです。逆にちょっと一度 NG な動作をやってみますが、トップに上げた時にこのようにですね、後ろに引いてしまう、腰のラインがこちらに引けてしまう方っていうのは NG 動作です。これやってしまうと体重がリバースしてしまったりですね、正しい動きが作られなくなってしまいますのでチェックをしておいてください。今回ですね、ちょっと一度ここにクラブを立てていただいて、ここから体を90度ねじっていきます。そうするとここに隙間が今ないのが分かると思います。ここから隙間がこのように空いてしまう方というのは頭の位置が逆に入れ替わってこちらに流れてしまう動きになってしまいますので、このポジションから右のこのクラブにぶつけるぐらいの感覚で腰を回していきましょう。こうすることで中心軸のキープといった部分も作りやすくなってきます。基本的にお尻のポジションがこっちに動けば頭はこっちに動くし、お尻のポジションがこっちに動けば中心軸を残そうとして頭はこっちに動いてしまいます。ゴルフのスイングはですね、こう体が入れ替わるようなイメージになってきますので、お尻が来ればこうなるし、こうなればこうなるしといった形になります。この動きですね、覚えておいてください。3つ目のチェック項目は顎の向きです。顎の向きも先ほどのこの軸の顔、頭の位置に付随はしているんですけども、ここからバックスイングを上げていく際にもう一つ大きくと思うと、この左の肩で顎を押してしまってこのような形でですね、顎の傾きがこのように向いてしまうケースが非常に多いです。基本的に顔の向きというのはこういうふうに直線があったらこのまま体は顔の向きは変わらないっていうのが正しい動きにはなるんですけども、どうしても体が硬くて体の捻転がしにくいという方はですね、この最初のアドレスのポイントから顎の向きをちょっと右に向けて、傾けるのではなくて右にちょっと向けて構えるようにしてください。こうすることでバックスイングの肩の捻転が作りやすく、このような傾きになりにくくなってきます。このポジションですね、どうしても顎が傾いて、軸が傾いてしまうよという方はですね、アドレスのポイントでちょっと修正をしていくというのも一つ手になりますので練習をしてみてください。
ただですね、どうしても顔が向いてしまうって方はですね、もう一つ手前でトップオブスイングを作っていけば構いません。無理して大きく上げる必要もないので、一度ですね、このポイント自分でどうなっているか確認をしながら練習をしてみてください。以上で3つの項目の、レッスンを終わります。正面から3つのチェック項目を押さえていただいて練習をしてみてください。この側面アングルと正面からトップオブスイングで覚えていただきたいチェック項目は8個になります。この8個をですね、覚えていただいて綺麗なトップオブスイングを作っていきましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。これからも皆さんの役に立てるような動画レッスンを公開していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また初心者はもちろん上級者の方も必見の無料で学べる動画とテキストによるレッスンを公開しております。こちらもぜひ手に入れてみてください。